来ちゃった。福山潤です。福山くん。はい。かわいらしいな。なんで頭だけかわいらしく言おうとしてる、選手から。でも出た音が全然かわいくなかった。狙ったことと違う。だから頑張んなくていいってば、楽にやろうよ。しょうがないですよ。楽にやろう。まったりやろうよ。そうね、それ今、鷲崎さんの気持ちですね。さあ、今夜からですね、はい、福山くんにボックスからくじを引いていただきまして、はい、出たアルファベットで応じた投稿をしていきたいと思います。はい、はい、じゃあ引いてください。はい、はい、はい。どれを引くかな、ポン。はい。じゃあ、開けまーす。スタート。ちゃんとくじなの。C 賞。C 賞は、よいしょ。はい、あ、仕事の PR ってやつですね。嬉しいですね。はーい。いろいろですね、アンケート事前に聞いてたんですけども、はい、5月22日にリリースした福山くんのアルバム、はい、ラブレターズ3、うん、祭りの国で、こちらのお話を伺いたいと思います。はーい。ということで、はい、僕ずっと、もう4年近く前に、うん、アルバム自身で初めて出させていただいて、うん、それを歌と、で、リーディングが半々ぐらいだったんですね、はいはいはい。そのリーディングの企画が、うん、ラブレターズという形で、うんうんうん、僕がその、書くっていうか、行ったことがないとこに行って、うん、そこで手紙を書いて、送ったらどうだっていうのを、アーティストの方とコラボして、音楽を奏でてもらいながら僕は読むという企画だったんですよ。なるほどね、それを、2枚目のアルバムが完全リーディングオンリーで、うんうん、で最初は南米大陸に僕が行ったっていうもので、うん、で、2枚目の方は、パリに僕が1週間ホームステイしたら、はい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 、で、3枚目、はいっていう三つ目が、はい、まあ、間に歌だけのアルバム出させてもらって、四枚目がまたリーディングな中心なんですけど、うんうんうん、いわゆる、アニメとかでパラレルの世界に行くとかってあるじゃないですか。ありますね。そんな感じで、僕が仮にちょっとその自分を見つめ直すみたいな、うん、自分をの旅みたいに出かけたらどうだっていう、ちょっとストーリー仕立てにしてて、うんうん、歌はオープニングテーマ、挿入歌、エンディングテーマみたいな流れで作ってるんですよ。うん、へぇー。でも、前は、なんだっけ、はい、南米に行って、パリに行って、パラレル。パラレルって、三つ目の旅随分なとこ行っちゃったね。一応国のところでどこに行こうかってなって、東洋はどうだってなって、うん、でも東洋って言うと広いじゃないですか、はいはいはい。で、日本だと逆に短すぎて、ね、ちょっとロマンチックな部分とかリーディングすると、なんかちょっとスケールもっていうから。そうですよね。まあその、南米、パリ、四国ってわけにいかないもんね。ですよね。白神山地って言ってもその、なんだから。いいけど、全然いいけど。コンセプトが自然を相手にと次、人と街を相手にだったり、うん、今度は自分を相手にしようっていうので、うん、やはりちょっとまあ、千と千尋みたいなアニメとか、ある瞬間からちょっと、どこかわかんない世界にあってっていうような感覚に行ったとして、普段僕のフィールドもアニメーションのアフレコが多いので、そういったものでやって、リーディングというものにどのように提示していこうかっていうのがコンセプトだったんですよ、ね。逆にどこっていうイメージがはっきりさせないところの想像力に訴えかけようってことだ。ですね。なるほどね。リーディングはじゃあその、CD の企画の時に、ほぼ初めてというか。ちゃんとお仕事で、朗読ってのあったんですか、それ、ポエトリーリーディングっていうものは初めてでしたね。全然違うもんですよ、やっぱりお芝居とは。いや、そうですね。ゼロから作り上げる面白さと難しさを同時に感じさせてもらえるっていうんですかね。なるほどね。うん、はい。そしてですね、はい、7月の21日には、東京日商ホールにて、はい、リーディングライブを開催でございます。はい、昼夜2回公演でございます。はい、そうなんですよ。はい、その CD のこのラブレタール3のリーディングライブをやろうと。うん、これライブはライブでまたね、はい、ちょっと特別でお客さんが目の前にいてリーディングって ね。そうなんですよ。だから CD の時にやってる雰囲気とは全然違うものになるだろうし、うんうんうん、曲のアレンジもおそらく違うものにもなってくると思うんですね。うんうんうん、で、今回その音楽は、ビートヒットリズムさんという、和太鼓、タップ、うん、で、サックス、バイオリンの、この4人組の、うん、脈絡ないですね、随分。でしょ？でもね、音楽聴くとめっちゃかっこいいんですよ。へー。で、タップってやっぱ動きがあるじゃないですか。はいはいはい、で、なんか太鼓も空気の振動だけじゃなくて、やっぱ叩いてる姿もあるじゃないですか。うん、で、バイオリンの立ち姿もサックスの吹いてる姿も、うん、ビジュアルとしても動きが出るんじゃないかなと思って、へー、今演出を作ってる最中なんですけれど、うん、これちょっと今までのとまた違った形になるんじゃないかなと。珍しいコラボですよね。はい。こういうのもね。うん、そうか。リーディングライブ自体はやったことあったんですか？過去にそのラブレターズの1と2をセットにして、うん、そのいわゆる旅してる2つの箇所のやつを前後編に分けて、うん、やったんですけど。歌ともまた違いますもんね。歌でも芝居とも違う。はい、最初の南米大陸に行ったやつが完全セッションでやる。うん、だから曲の雰囲気は同じなんですけど、うん、同じ尺にならない。だからこう気分でお互いやるっていう。やつを約30分ぐらい。ジャズ見て。はい。これ面白いんですよ。へぇー。だから、僕が読んだら、その、サイゲンジさんって方が笛とかギターとかいろいろやってくれるんですけど、それで、この雰囲気でってちょっとアレンジ変えて、僕もこれ聞いたらあと何秒か聞きたいなとか、ここで入ろうとかっていうのが、
ステージ上でやるんですよ。じゃあ本当にザ・アドリブ回しというか、はい、偶然性というか、一体性というか。ニュアンスが変わっていくんですよね。うんうん、で、逆に、今度パリに行った時はザ・ハトルテさん。うん、ギターとアコーディオンと、そしてチェロの3人組なんですけど、うんうんうん、ワルツとかいろいろそういうふうな、やっていただいて、それで、今度は、そのふわりと言いますか、この、転調までにここをやるとか、この詩のところはここの音でとかっていうの全部決めてやるんですよ。へぇー、だからカットアウトのとこもあったりとか。へぇー。だからこれ、逆に全く真逆の手法で、これが面白かったです。それが今回のその、はい、何でしたっけ、ビートヒットリズムさん。はい。の場合はまたどうなるか。なるかです。演出にもよりますし、またちょっと今までのちょっとテイストが違うので、うんうんうん、その中でどういう風になるかなと。うんうん、だから僕の、やっぱ生声だと、やっぱ太鼓の音にも負けるので、僕はマイクを通すことにはなるんですけれど。そうか、そうか。普通に立ってて、僕は座って読むのが基本ではあるんですけど、今回は、どのような感じで座って読むだけじゃないのもあると思いますし、お客さんとのできればコール&レスポンスみたいなものもやって、ってみたいなとは思ってるんで。朗読で？朗読で。へー、面白い。だからそれがどういう形になるのかって、まあ、この CD の中の演出のところを切り取ってなので、うんうんうん、まだちょっと形は見えてないですけれど、うんうんうん、なんか来てるお客さんにも参加してもらえるような演出は今考えてます、ね。楽しみだね。はい、なんかこう想像力が広がるというか、ね。やっぱり僕ら声優もそうなんですけど、やっぱ、読むっていうことにやっぱこだわりを持ちたいなと思っている部分もあるので、こういった経験をさせてもらえると本当にありがたいなと。ねー。